はい、はい、ちょっと待ってて。 OK、 いる。コナです、お願いします。ちょっと足軽い。ちょっと待ってて。はい、オッケー。はい、ここな。ユースの方ゴールしたらあんま GS 側行かないように。そうです、お願いします。はい、花いいよ。もうちょっと、もうちょっとしっかりスキー踏む、踏むこと、スキー走らないと。じゃあ、はい、はい、すげえ助かります。お願いします。ね、危ないっすよね。今日はちょっと待ってて。まっすぐでいいんだよ、まっすぐで。はい、どんどん飾りに向けてください。リホです、お願いします。はい、ゴールしたら GS 側に寄ってかないようにね。あの、まっすぐ降りてきて。いいよ。本田千秋です。お願いします。はい、ゴールして GS 側の方行かないように。なるべく右側に抜けていくように。いいよ。あ、とはか。はい、ちょっと待ってて。ハザーレーシング3チームに出てください。そうですね、できればこいつ顎紐つけてねえな。誰かな、あの、いいです、とにかく滑ってください。30人のお願いします。大丈夫ですね、竹松さん。ちょっと待ってて。そのぐらいのは大丈夫です。まっすぐにしてまえば、はい。もう緩斜面だから。当たれるとこどんどん当たってけ。いいね、ホールオン。もっといけるぞ。はいよ。うん。何来るんだ。トマト。はい、お願いします。トマト。ちょっと待ってて。はい。いや、先生、こんな感じで。あ、全然。ありがとうございました。すいません、高橋さん。すいません。OK、レディー、はい、ゴー。ありがとうございました。絶対、これなら問題ないです。はい。うん。はい、OK。はい、こんにちは。ちょっと待ってて。いいよ、行って。はい、高橋さん、いいですよ。これね、もっと足の裏をギュッて押し込むんだ。足の裏っていうことなんですよ。あ、出やすいか。そうだ、そうだ。はい、オッケー。体引かないようにね、しっかりスネ入れて。ちょっと待ってて。お、いいぞ。足元もしっかり動かして。いいね。
なるべくスネも使って当たれたら100点。ちょっと待って。あんたちょっとあんたでしたっけ。はい。あんた両足で、はい、両足でちょっとエッジング、はい、ターンをしてるんで、はい。20秒で7から8分ぐらい外足中心にしましょう。わかりました。多少踏み替えてもいいです。はい。ありがとうございます。ちょっと待ってください。いいですか。はい、オッケー。少々です。お願いします。うん、ちょっと待って。はい、どうぞ。ターンが長い。あとターン短く。はい、オッケー。お願いします。山本、ずっとターンが長いな。もっと短く。ターン短く。オッケー、もう一本取っちゃう。山本さん、叩いたストップをもうちょっと外について思い切って、覗くように。はい、はい、竹橋。ゆうきです、お願いします。ごめん、ちょっと待ってて。でもっと飛ばせ。ちょっと待って。ボールが横に倒れちゃってるね。横じゃない、縦縦。体が回っちゃってるから横にボールが倒れちゃってるって。まあでも当たれるようになったじゃん。OK。 お、全部当たれるか。もっと乗り込める。いいね、全部当たってきた。今ボールが横に倒れちゃってんだよ。縦に倒れるように体こっちに向けていきな。いや、まだ大丈夫。いや、もう一本行こう。はい、はい、開始。うちにあるの 2.5 です。はい、じゃあそっちの方でも。はい、ちょっと見えると思うんですよ、足が。あ、田沢レーシング、ちょっと待ってて。先です、お願いします。はい、オッケー、いいよ。投げる。外足が出てくるのが遅いな。よし、まあたまにコンパクトになるけど全然問題ないから、しっかりな体が。乗り込んでスピードアップよ。いいよ。投げー。ちょっと待って、ザキオ。そうです、お願いします。はいよ。多少水はついてるけど問題ねえから、まあ、それらターンのきっかけ。はい、今日乗り込んでスピードアップが、みんなスピード上がってきたぞ。みんな負けただけだ。はい、そら、スピードがすごく出た。はい、いいわけです。30mm 同じセットだから問題ないけど、しっかり乗り込んでスピード出す。ボールが邪魔だこれ。まあね、右足外側。ちょっと待って。右足が出て、今日だったら青ゲート側が見て、まっからしっかり乗り込んで。以上です、お願いします。外足、外足。はい、オッケー。わんかねんけど、ちょっとスキー横にすぎ。あ、もっとしっかりしたいじゃないと。外足、外足、もっと下、下。タイミング遅れると体から行き、こう行くようになっちゃうから、しっかり外足、外足、外足しっかり乗ってくる。外足使って。はいよ。うん、
これ、いいぞ。お願いします。いいさ、いいぞ。乗り込もうって意識は、ちょっと待って、ね、意識は見えたんだけど、まだお尻がずっと後ろに残っちゃってる。後ろにスクッと乗り込むときに腰がずっとこう前に出てくるような感じで乗り込む。お願いします。こっちが2月なんかな、右手の方が。ちょっと待ってて。ちょっと待ってて。ビデオ撮るから。おし、当たれた。おしよ。なるべく全部当たってきな。なるべく全部当たる。で、グラフィック。で。そうやってグラブして、ちょっと待ってて。もうスピードだ、もうスピード。ちょっと溝が深くなってきたから滑りづれえか。はい、ニセコとスキーが遠くになっちゃってる。もう少し近く取れればいいかな。それから30ミリ取っちゃって。はい、オッケー。もう少しポールの近くスキーが通れたらいいかな。うん。いや。ちょっと待ってね。はい、本当早く早く。早いです。アウトするのが。はいよ。最高です。ちょっと待って。もっとスピードアップだ。うん、ちょっと遅いよ。もっともっと早く早く。多分いけると思うよ。乗り込みが長すぎるんだ。ストックつけ、ストック。はい、アウター、両足荷重にしないでね、踏み替えてもいい。はい、オッケー。外足、右足踏み込んだら今度は左足、右左。スキーです、お願いします。しっかり当たった後ストックつくの忘れないようにね。しかしストック。ちょっと待って。長井さん、もっと大げさでもいいですよ。はい。ヨネ、ちょっと待って。当たってから遅れない。ヨネ、30ミリもどんどん入んなきゃダメなんだけど、パンチ側のいいところに当てるから。こっちもしっかり当たる。はいよ。左肩が下がるから、左肩なるべく上げてくるように。こんな感じで。うん、外足から外足で。ヤマトです。はい、これビデオ撮るからちょっと待ってて。右足外足の時もしっかり当たる。はい、オッケー。ちょっと右足外足が苦手なんかな。右手の方が当たれてないから、しっかり右手も当たってくるように。ちょっと待って。それで乗り込んでいくと、ももがしっかりカットゲートの上にしっかりとももが立てるやん。ナオさん、もう一本ビデオ撮ります。こんなにいるんだ。はい、オッケー。はい、立てに行こうよ。ちょっと待って。おーい、もっとしっかり手前、手前、ストックしっかり持って、ストックつく。はい、オッケー。もっと手前出せるよ。もっとしっかり手前。おー、危ない。よっ、ちょっと待ってて。はい、行きます。お願いします。どん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 乗り込んで、もっと高い。はいよ、追いつかないようにね。まあいいんだよ、あれでいい。あぶれてもいいから、珍しくタッチしてたから、あぶれてもいい。めったに言われるだろ。あぶれてもいいから、スピードいいんだよ、あぶれていいから。どんどんターンスピード上げて、最終的にはゴール。なるべく体回さない。どんどん
セットが1本目。はい、お願いします。引かされるな。はい、ちょっと待って。外足絶対浮くなよ。はいよ。はい。うん。切り返しの時の外足だね。パーンって浮くから、それ気をつけて。あ、ちょっと待って。はい、みのりん。はい、りほいよ。もっともっとぐーっとお尻が出てきてない。あ、踏み返してない。よし、じゃあ次無線入れてきてね、次も。うん。打ちやしい、打ちやしい。爪全然当たりつないよ。固め。はい、いいよ。はい、1本目からビデオ撮るよ。ちょっと待ってっているから、そのお尻がピンディングの2ピース分かるよね。2ピースの上に。はい、オッケー。ゲートの手前で。はい、ちょっと待って。いや、1本目だけ綺麗だから、ちゃんとかわいい。オッケー、上のラブソースがすげえいい感があったけど、ちょっと下の方がね、よく入ってからあれになってリズムが出てきたね。しっかりリズム。まだ歩くね、一番バンバンくね。はい。ちょっと待って。はい、スタート、オッケー。ナイトオーシャン。まだ綺麗だからね、どんどん攻めてこれるよ。ビデオ撮ってなかった。左手の一つ下手だよ。うん、血足が使えない。左手いいとこ当たらないからターンがうまく切れない。ちょっと待ってね。はい、次 OK。 ちょっと待って、はい、じゃあしっかりとお尻がヒールピースの上から2ピースに移動するように乗り込まなきゃダメだよ。お尻がヒールピースの上はダメよ。なここにちょっとよかった。しっかりちょっとずつ乗り込んで。まだ綺麗なんだから、どんどん攻めてくる。しっかりこのホール邪魔だな。ちょっと待って、足の裏を押すとか、足首とか指をどういう風に使ったら、お尻が2ピースの前にぐーって伸びてくるとか、両足を考えて足首とかの使い方を、グーッと考えて、もっと近く通れ、近く。いいですよ、高橋さん、どうぞ。ごめん。一生懸命、一生懸命、一生懸命。で、まだお尻がちょっと残ってる。そこでさ、今、サチに行ったんだけどさ、ブーツの中で後ろが追いついちゃった。どういう風に足の裏とか足首とか指を使ったら、お尻が伸びていきます。お願いします。伸びてくるか。はい、1本目からビデオ撮るからね。ちょっと待って。それをちょっと考えて。まだ全然綺麗だから、ガンガン攻めてきな。よし、いいよ、レント。はい、奥さんビデオ撮ってますんでね。はい、来ちゃうから、なるべく近く通ってきな、フォールの。うん。レッド。本田千秋です、お願いします。はい、1本目からビデオ撮るよ。ちょっと待ってて。皆さんビデオ撮るからちょっと待ってて。左手のストップワークですよ。はい、ストップ。まだコース綺麗だからね、ガンガン攻めていくの。アクションいいですよ、それぐらいの構えで。はい、スタート、 OK。 引かされないようにね、切り返しの時とか、うん、
左手は。OK です。はい、ちょっと待ってて。もっと手首返してこい。下に当たり負けちゃってる。パーツが1個分広くて、そこにポールが来るように外足。いいね。当たれるようになってきた。こうやっていくと、バンって下に負けちゃうから。こうやって当たる。うん。はい、ちょっと待ってて。全部当たれ、全部。はい、オッケー。ちょっと待ってて、一本目からビデオ撮るよ。おい、出てきた。ちょっと待ってろ、釣ったのに。ちょっと待ってて。オッケー、もっとポールの近く通れるぞ。はい、うん、で、もっと縦に縦に、エッジが短く。なかなかいいんじゃないですか。もっとスピードアップ、スピードアップ。はい、甘いよ。早い。今。お願いします。ちょっと待って。いいよ。いいよ。そのぐらいのスピードでガンガン来ようよ。いいよ。はい、来ようね。さっき教えた通りね。お尻がどうやったら前になるか、ブーツの中で足をどうやったら使ったらね、お尻が前に来るか。分かった？はい、スタート、OK。 今コースまだ綺麗なんだからさ、どん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 攻めてきな。うん、ちょっと上に、ほうどん。あ、隣にポルト置いて。ちょっと待って、上に OK、 ゴー。もっと攻めてこい。ちょっと良かった。お尻がちょっと上がった。うん、あとはね、はい、次いいよ。はい、おはようございます。4月の6日カザーレーシング最終の週末トレーニングでございます。本日セカンドコース、終日スラローム。ちょっと待って、みなりん。はい、ベーシックなオープンゲートのみでございます。インターバルいくつぐらいだろうな。で、そのスピードに負けないように、ゲートの手前しっかり乗り込んでいくと、どんどんスピード出てくるから、逆にスピードが出るようにしないとダメで、それに遅れないように。ターンスピードですよ、ターンスピード。ニセコのターンスピードですよ。あれ、次誰かな、無線。はい、ザキオ検証。1本目、どんどんスピードを出していく。このゲートの手前の乗り込み、ここでもう少しももが立つような形になって、しっかりと次の外足に乗り込むと、ターンの前半どんどんスピードが出てくる。そのスピードに負けないようにしっかりと乗り込んでいこう。はい、サーチ、小さ、ここからグッと乗り込んでいく。もっと乗り込んでいく。次の外足をインソールをつかみながら、ブーツのインソール、足の裏を押し込みながら、しっかりゲートの手前で乗り込んでいくと、どんどんスピードが出るし、逆にそういう乗り込み方をしないとスピードが出ていかない。これじゃ乗り込みが甘いです。足の裏しっかり乗り込んで、ゲートの手前をどんどん加速していくように、足の裏、指をインソール掴みながら乗り込むとスピードが出るんだよ。逆にそういう風な乗り方をしていかないとスピードが出ていかないから、はい、で、その出たスピードに負けないように、はい、レイネー、ホールオン。はい、はい、レイネー。
そう。いいよ。もうスピードだ、もうスピード。スピードアップ。あ？ベアフット？あ？何？ソウル。ソウルな。次青木です。ソウルな。とにかく押し込めもっと。ちょっと待ってください。ビデオ撮りますんでね。高橋さん内側にちょっと傾いてますよ。叩き込みストックをもうちょっと外につきましょう。もっと大げさに外に覗き込むようにつきましょうね。はい、スタート OK。青木さんっつったかな。激しいお肌いきます。ちょっと待ってください。ビデオ撮りましょうね。なるべく自然を使いから、うん、なかなかいいです。でももう少し外側に重心があるといいかもしれない。両足踏みになってるからしてるんで、はい、比重をもう少し7-3から8-2ぐらい外足中心にしましょう。分かりました。多少踏み替えてもいいです。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。ビデオ撮りましょう。1本目から。うん、いいよ。なかなかいい。ターンの後半に内側にちょっと重心入れすぎだからテールずれていくんだよね。はい、どうぞ山本さん。ビタリーニ、ビタリーニ山本、素晴らしいスラローム。このぐらいのセットだといいね、山本さん。で、ターンの後半こういう風にテールがずれるでしょ。これはポールを叩いた後、いつまでもターン方向、ターンの内側に重心を傾けたままだからね。だからストックをしっかり外について。はーい、下げ端2本目、もっと乗り込む。ここでもも立てて、グッと腰を前に乗り込んでいく。もう一本ビデオ撮ろう。みどりんしっかり乗り込むんだよ。ゲートの手前叩いた後しっかりももを立てるような感じで、しっかりとブーツの2ピースのね、金具の2ピースあたりに重心乗せていくよでしょ、はい、その下がったケツをももをちょっと立てながら、立てるっていうのはちょっと待って、インソール掴むなり足裏押し込むなり自分の感覚だけど、とにかく雪面を押し込んで乗り込みながら、そうするとももがちょっと立つから、はい、そうやって加速していくんだよ。はい、まあまあだ、みのり。オッケー。もっと積極的に、2ピース、あ、これ誰だ、ピナタか、これ、後ろ。2ピースの方にしっかりとグーって乗り込んで、グーって。ザキオいいよ。はい、ザキオ、検証。それ、ここでグーって、そう、グーって乗り込む。グーって乗り込む。ピナタしっかり乗り込んでこいよ。ケツが落ちっぱなしだ。ゲートの手、おい、ゲートの手前で乗り込んでくの、足の裏に。はい、ビンディングの2ピースあたりに重心乗せていくような感じで、はい、ギューッギューッてこうやって、そうしないと加速しない。はい、ごめんちさ、グッ、ケツ落ちっぱなしだ。もう全然乗り込んでない。ここで下がりっぱなしでしょ。これ下がった。ほら、ここ乗り込んでないでしょ。ほら、お尻下がりっぱなしで、これを乗り込みって言わないんだ。はい、うれいね。ゴーゴーゴー。モアプッシュだ、モアプッシュ。ソウル、モアプッシュだ。スピードがね、スピードが、モアスピード、スピードアップ、スピードアップ。軽いな。トゥーライトだ、トゥーライト。はい、ミスター高橋。はい、はい、叩いたストックを。青木さんちょっと待ってください。もう一本ビデオ撮りましょう。叩いたストックをしっかり、そう、そんなイメージ。そうすると重心が最後まで外足に乗ったままテールがずれずにキープできますからね。はい、青木さんも叩いたストックをちょっと外側に思い切って、はい、青木さんね、この打ち方向きすごく内傾角がいいですよ。内傾角スラロームに大事なことなんでいいんですが、
ずっと倒したまんまだとグッここから外にもっと思い切って外に覗き込むように、そうこの辺いいですよ、外外、そうすると外足に最後まで重心が残っていきますからね。 OK、 はい、篠原さん、外に、そうそうそう、そういう感じ。山本さん、なかなか良かったですよね、しっかりストック外についていこうね。ちょっと待って、ビデオ撮りましょう。すごい、吉永さん、そうこうやると外に突こうとすると覗くように、そうすると外足がずれないでしょ、内側に叩き込んじゃダメなんです。はい、ビタリーニ山本、そうそう、 OKOK、 ね、このテールのずれを止めたかったら叩い、構えもう少し広くてもいい、構えはもう少し広めに構えて外重心をキープしながら外側に外側に叩いてついていく。はい、下げ橋、下げちゃん整備後乗り込む、そう、お、いいよ、そう、その乗り込む姿勢ができてていいよ、そうそうそう、スピードアップスピードアップスピードアップ。はい、みのりん、下げちゃんなかなか乗り込んでスピードが上がってきたよ。はい、で負けちゃったんだな、スピードにね。はい、みのりんも乗り込んでスピードアップしてこよう。よっ、グーだグーグー、はい、すごい乗り込んでて加速がすごく良かった、はい、でスピードに負けちゃっただけだけどでも良かった、前半すごくスピードに乗ってた、はい、あれね、あのターンスピードでゴールしよう、はい、ちょっと待って、みのりこの辺からケツが落ちっぱなしになるとスピードに負けちゃう。あいよー、乗り込んでスピードアップ。先に出しました前半、基本なんだから、はい、あ、ピーナッタ、はい、いいよ、ピーナッタ乗り込む、お、いいね、これいいよ、この乗り込みが、とはもっと乗り込め、ちょっと待ってザキオ、そうだピーナッタ、こうやって乗り込むとどんどんスピードが上がってくるから、いいよ、はい、いいよ、でね、こうやって負けてずれるとスピードダウンだからね、はい、で後半スピードに負けただけだ、スピードがすごく出た、はい、いいよ、検証、あ、ごめん、検証、ココナです、お願いします。はい、ココナ、30mm、 同じセットだから問題ないけど、しっかり乗り込んでスピードを出すんだけど、お前はね、右足外側、 GS もスラも右足外側、今日だったら青ゲート側がね、まっすぐ行きすぎ、2段エンジンになってるから、もう少し外から切り込んでこい。はいよ、しっかり乗り込んでスピードもっと上げろ。お願いします。はい、なここ、ちさちょっと待って、もう一本頑張ってみようね、しっかり乗り込むんだよ、さっき教えた通りね、はい、よし、いいぞここな、そうちょっとまっすぐ行きすぎなんだ、 GS もスラもね、うん、まあスラの方がまだいいな。はい、この右足外側ね、 GS もスラもね、まっすぐ行きすぎな、基本的には。それで膝が入るのが遅くなって2段エンジングになっちゃった。気持ち外からカットインしてごらん、すね早く倒して、あいよー、ちょっと待って、ビデオもう一本撮ろう。乗り込む、ここでグッと乗り込んでいく、少し乗り込もうと意識はある、意識はあるけど乗り込み切れてないね、腰のウエイトが全部まだ後ろに残ったまま、グッて腰が前に出てきてないでしょ。はいよー、パー、乗り込もうっていう意識は見えた、ね、意識は見えたんだけど、まだお尻がずっと後ろに残っちゃってるの、後ろにグッて乗り込むときに腰がグーッとこう前に出てくるような感じ。はい、うらいね、グッグッグッ、ソールをグラブするんだ、グラブ、グッ、いいよ、そうベタベタ、いいじゃん、グッ、オーサム。はーい、ニセコ帰りのチャンピオン、 すらテロテロのチャンピオンですが、さあゴールできるでしょうか。はい、できませんでした。早いです、アウトするのが。リス板に苦労しております。杉田橋です。軽いんだ、軽い、動いてこい、はい、多分いけると思うよ、はい、乗り込みが長すぎるんだよ。
はい、青木さん、両足荷重にしないでね、踏み替えてもいいんで、外足から外足、右足踏み込んだら今度左足、右左右左、こうペダルみたいな感じで構わないので、両足操作よりね、外足操作で。どうぞビデオ撮ります。青木さん、おヨネ、ちょっと待って、ビデオ撮るね。ヨネ、30ミリもどんどん入んなきゃダメなんだけど、パンチガードのいいところに当てるんだよ、ストックに当たらないようにね。そうすると30ミリに当たり負けしないでいくから、軽く手首を返してパンチガードのいいところに当てること。滑りはね、全然問題ないから、ヨネは。あよー、足から外足で、はい、おヨネ、いいよいいよ、おいよ、曲がるな板。はい、篠原行きます。ちょっとケツが落ちっぱなしだ。はい、篠原さん、ちょっと待ってくださいね。しっかり外につきましょうね、ストックを覗き込むようにね。ちょんでいいですが、乗り込んで立て立て、お尻が落ちっぱなしだから、およね、ゲートの手前でブーツのソールを、インソールをグーッと足の裏押し付けるようなイメージで、それで乗り込んでいくと、ももがしっかり立ってくるから、ゲートの上で一回しっかりとももを立てるようなイメージで。山本さん、もう一本ビデオ撮りましょう。ちょっと待って、外にし、しなるさん、外外、あーね、おいおい、お、いいね。もう少し構え広くしようかな。そうするともっとグッと内側に入り込める。はい、カレン、ビデオ撮るよ。はい、カレンちゃん、整備後。何してるからさ、みんな見てるからさ、絶対これなんかあったんだよ。ん？さっきゴールしたと思ったら、踏み込みが遅い。はーい、引き続きスラロームトレーニングでございます。セット外ゴーと言ってもちょっと上げただけなんですけど、さげちゃん、はい、みのりに引き続き乗り込み、ターンスピードね、スピードアップしっかりしていこう。はいよ、うん、足元ね。はい、みのり、乗り込む乗り込む、もっともっとグッと、お尻が出てきてない、グッと乗り込む、お尻を前にグッと、ここでグッと、そう、踏み替えてもいい、そうです、踏み替えてもいいから、スケーティングしてもいいから、しっかり乗り込むように。はい、ビデオ撮るね。ヨネもしっかり乗り込んでくるんで、はい、みのり、もっともっと、お尻が後ろに残ってる、そのお尻をグッと前に来るように乗り込んでいかなきゃ。あらー、うわ、お尻が後ろだぞ、もっともっと前に前に、ここグッと乗り込む、お尻を前に持ってくるように乗り込んでいかないと。プレイネゴー、およね、およね、およね、まだお尻がの残っちゃってるよ、お尻がヒールピースの上に乗っかったままずっといるから、そのお尻がビンディングの2ピース、わかるよね、2ピースの上に来るぐらい、お尻をグッとゲートの手前で乗り込みながら持ってきてごらん。足の裏をね、ちょっと押し込まないと、背伸びするような感じにしないと、お尻前に来ないからね。はい、はい、いいよ、1本目だから綺麗だから、回れなかった、ビデオ撮ってなかった、ちょうどいいや。左手のストックワーク下手だよ、いいとこ当てて、左手いいとこ当たらないから、ターンがうまく切れないの。ちょっと待ってね、ここな、やべ、ビデオのスイッチがおかしくなってきた。な、ここ。な、ここ。グッ、グッと乗り込む。後ろに手を引かない。うん、いいぞ。ちょっと、ちょっといいぞ。お願いします。し
っかりちょっとずつ乗り込みができてきた。もっともっと。でその時にスネも一緒に入れて。サチ。ちょっと待って。ビデオ撮るね。お尻がグッて前に来るように。こうそう、こう足のさ、ブーツの中でこう足首が一回こう伸びるぐらいグーってこう乗り込まないとお尻前来ないんだ。あのさ、自分で今それ止まってる時にさ、こう足の裏をとか足首とか指をどういう風に使ったら今お尻がトゥーピースの前にグーって伸びてくるかをさ、よくそれ考えて、足首とかの使い方を、ブーツの中での使い方を考えてごらん。証券、証券まだお尻がちょっと残ってる。そこでさ、今サチにも言ったんだけどさ、ブーツの中でどういう風に足の裏とか足首とか指を使ったらお尻が前にグーって上がって伸びてくるか、グーってポジションが前に来るか、ももが立つか、それをちょっと考えてごらん。ブーツの中の足の使い方でももが立つか立たないかが決まる。はい、奥さんビデオ撮ってますんでね。はい、スタート OK。 構えですよ、構え、どうぞ。ストックワークね、青木さん。おい苦戦しております、青木さん。はい、構えがほら広くなって、よかった、よくなった。この構えの外手の場所にポールが来るように思い切って外足に乗って。篠原行きます。篠原さんビデオ撮るからちょっと待ってて。左手のストックワークですよ。はい、OK。篠原先生、おい、開いて、お、いいね、いい、そう、そこキープ、いいっすね。そう、もっと左手は外側につくイメージでいいっすよ。でも全然いい、叩き込まないで、右手はキープで OK。 そう、左手そこの位置にキープ、素晴らしい。山本さん構えね、構えをグリップ、あ、パンチガード1個分広くして、そこにポールが来るように外足をグッと押し込んでね、横に押し込んでいいですから。いいよ。はい、ビタリーニャ山本、構えを、そう、グッ、そう、よ、そう、その位置、そう、素晴らしい。ポールが自分の体より外に来るようになったね。今までポールが自分の体の正面、顔の正面ぐらいにしかね入ってこなかったんだけど、こうやって自分の体より外側にポールが来るようになった、それだけ体が内側に入るようになったってことなんで、素晴らしいです。下げ2本目、左です、お願いします。お、今良かったよ、なかなか。緑、もう一本ビデオ撮ろうね。後ろから見てるサゲちゃんみたいに足元に板を置いて、しっかりと乗り込んでスピードアップするんだよ、ターンスピードをね。はいよ、ないですか。はい今のはなかなか良かったですよ。さあみのりん、あー惜しい惜しい、みのりん、はい、諦め早い、諦めるのが早い女です。でもいいよ、そう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 、スピードアップ。はい、およね、サンバ、ヒロミゴ、カトレーネ、ホードン、それそれ、お、お尻ちょっと上がったぞ。うん、乗り込んでる感じはもっとあってもいいけど、よし、もうちょいいいとこ当てろ、ポールの上がった。うん、あとはね、ポールの30ミリいいところに当て、さっき教えた場所あるでしょ、パンチガードの手首をちょっと返してパンチガードのいいところに当てないとターンが切れないから。はい、ちょっと待ってください。なんせ左手パンチガードのいいところに当ててください。まあ他あんまり細かいこと考えなくていいです、チャンピオン。はい、 OK、ホールドでアームキープだよ、はい、アームワイドにキープ、はい、OK。 ひなたです、お願いします。あ、寝た。はい、ピナタ、ターンスピード上げないとダメだよ、乗り込んで乗り込んで、前半落差できればターンスピード上がるからね。はい、 OK。
左手いいとこ当てて。よーく。ん？あの結構いいとこだけど、何回か弾かれるから、あれ弾かれたらターン切れないから。それが勝負30ミリは。なここ待ってて。ビデオ撮る。なここなかなかいいけどね、手が後ろに引けたり、あの弾き上げられたりしないようにパンチガードのいいところ、根元にいいところに当ててね。よっ、はい、なここ、そうです、お願いします。お、この辺いいぞ、いいとこ当たってるよねえ。ちさ、ちょっとそこのスタートでどういうブーツの中で足の使い方をしたら、ももがぐーっと立ってお尻がトゥーピースの方にぐーっと前に出てくるか、それを確認してからスタートしてごらん。その動きがイコール乗り込みにつながるからね。あよっ、もう今年から30ミリだから、なんせパンチガードのその根元のいいとこわかる？ストックに当たらないところだよ。そこに手首を軽く返して、それで当ててきなさい。そうしないと30ミリターン切れないから。悪くなかった今の。お、ちょっとやってきたねこれね。ぴょこぴょこだけど5センチぐらいお尻が上がってるよ。うん、はーい、証券グッグッグッ、お、グッ、お、使ってるよ。いいよ、乗り込んでる動き見えた。この辺からスピード出てくるからね、忙しくなるけど。そう、うん、こうするともうこっからはただラックさんのスピードで滑ってるだけになっちゃうんだな。はい、高橋さん、高橋さん、はい、外、はい、外、はい、うん、大げさで OK ね。多分朝一のビデオ撮りと比べて、おそらくはターン後半の、ちょっと待ってください、ビデオ撮りましょう。ターン後半のいわゆるくの字姿勢、外足に最後まで重心が乗った姿勢がおそらくキープできてると思います、朝一の1本目に比べたら。私が思うに。はい、青木さん、はい、さっきの一本苦戦しましたが、はい、構えよし、ストックワークよし、 OK、 もう少し覗き込む感じがあったらもっとよし。青木さんも今日の YouTube、 あの朝一の自分のご自分の滑りとね、午後の滑りちょっと見比べてください。構え、ストックワーク、ターン後半の外足のズレ、その辺の違いをどうやったらこうなったかをよく比べてください。いい滑りですよ、いい滑り。あー、篠原先生、篠原先生も朝一の赤ゲート側、左手のストックワーク、ちょっと待ってね、そこ朝一と比べたらすごく良くなったと思いますね。ここほらキープできて外側にちょん、だから外足の流れが少し良くなった、流れが止まってズレが少なくなったはずです。うん、すげえ良くなってるから。はい、ビタリーニ山本、そう、そこいいね、山本さん、そこですよ、そこで、さらにもう少し頭を外に覗き込むような位置になるともう完璧です。次に行きます、お願いします。整備どうだ、さげちゃん。あと1個、はい、さげちゃん、整備後はい、はい、ターンスピード上げて、はい、乗り込む、乗り込む、わーおー、グッバイ。惜しかった、でも足元置いとこ、もうちょっと置いとけば上がってきたよ、結構。はい、はい、ピナタ、ビッグイースタン大学、ビッグイースタン、ビッグイースタンカルチャー大学。ちょっと待って、チャンピオン、チャンピオン、もう少し強く踏み込んでくれないかな。その板曲がらないから、タイミング合わせてうまーくで、パンチガードのいいところに当てて、はいよ、はい、でターンスピード上げなきゃダメだよ、ちょっと乗り込み忘れてるよ、はい、で板浮かせないように、はい、ホードン、いいとこ当てて、左手がいいところに当たってないっていうか、ほら、ちょっと待って、ビデオ撮ってる、
左手が弾き上げられちゃってるからさ、うまく当ててくんない？はい、狙い定めて当たってるんだけど弾かれちゃってんだよね。手首の角度が悪いんだと思う。うまく、うん、右と同じに、はい、おねね、はい、はい、もう少し楽さ。ビデオ撮ろう、綺麗なうちにね。そんな綺麗じゃねえけど、ちょっと待って。ああいうとこ浮かされちゃダメだぞ、俺ね。それ、それ。スピード上がってきたところで、ね、打ち方下がって浮かされないように。ナコです、お願いします。ナココビデオ撮ろう、ちょっと待って。はい、ぐっと乗り込んで。浮いてる浮いてる、もう少し乗り込む。板浮いてる。あ、押し付けて、板。なここいいよ。板浮かしちゃ、乗り込んでいくとスピード上がってって、ちょっとした起伏でもどんどん板が弾かれちゃうから、それしっかり押し込んで、浮かされないように。ちょっと待って、ビデオ撮ろう、綺麗なうちに。おい、なここ、片半。いいよ、なここの片半なんて俺、初めてかな、久々かな。オッケー、ビデオ撮ろう。ね、どうやればお尻が浮くか、乗り込みの、それが、ね、乗り込みだからね。いや、見てるんだから、すごくいいです。悪くなかったよ。はい、これそれ、もうちょいもうちょい上げる。証券ビデオ撮ろう、ちょっと待って。うお、後ろになってきた。お尻が出てこなくなってきた。サッチサッチ、ケツが後ろだった。荒れてるからでしょ。え、バーンが荒れてるから出てこれ、なかなか乗り込めないよね。でも高校生そのくらい頑張って、こんなの荒れてるうちに入んないよ。よしよし、もうちょい。オッケー、いいじゃん。はい、高橋さん、それそれ、いいっすよ。うん、その構えね。花の量が行きます。ちょっと待って。あ、大丈夫ですよ、花さん、その子滑らしてあげて。どうぞ。オッケー、はい、青木先生。はい、ちょっとバーンが荒れてますが、そういう時こそ構えとストックワークが大事になってきますからね、青木さん。そうです、いいですよ。そうそうするとね、外足重心がちょっと強くなるから、両足踏みっていう感じじゃなくなるからね、いいですよ。はい、篠原さん、もう一本ビデオ撮りましょう。最後の一本でね、ビデオ最後です。はい、どうぞ、左手。はい、篠原先輩、いいね。お願いします。こういう左手の突き方がさ、いいっすよ。山本さん、ビデオもう一本だけ撮りましょう。ちょっと山本さん、バン荒れてるけど、掘れてるけど、頑張って広めに構えて、外側の手にポールが来るように思い切って外足を踏み込んで、体がグッとポールの内側に来るようにね。アイスタート OK。 よし、お調子が出てきました。いいよ、もうビデオ終わったから。そんな先生がポール直してくれるんで、終わったら後にも。あ、じゃあちょっと休憩してて。はい、まあいいでしょう、山本さん。